五郎さん、はい、デキリコ展が始まるそうです。始まるんだよ、来るんだよ。これでしょ、はい、これはね、4月の27日から東京都美術館で、その後神戸にも行くらしいんだけど、これは絶対見といた方がいいんだよ。貴重な展示なんですか。そう、あのね、10年ぶりの大回顧展って書いてあったんだけど、そんな大回顧展あったかなと思ったら、あのパナソニックの汐留でやったやつがあって、それ俺見に行ったんだけど、そんなにはでかくなかったんだよあ、これ相当確かに大回顧展なのね。で、デキリコ90まで生きてるから、もう画業70年ぐらいあるんだけど、それがこう全貌が追えるようになってるっていうところがすごくて、はい、であと絵だけじゃなくて彫刻とか、あのデザインした衣装とかまで来てるってい う、 うそのぐらい大規模なんだよ今回。でしかもポイントは、このデキリコって、あの同じ作品の再制作みたいなのがめちゃくちゃ多い人なんだよ。うーん、レプリカみたいな、なんかまあ自分でもセルフコピーというか、そうなんですね、が多い人なんだよ、はい、なんだけど、そのもともと一番最初のこういう感じっていうのは1910年代からまあ20年代ぐらい前にかけて書かれたやつなんだけど、それが来てるんだよ。あんまり日本に来ないんですか。いや、っていうかほぼ来たことがないと思うんだよ。あら、なぜならデキリコ自身がそれを持ってなくてあ、俺がね、なんかね、ただね、中学か高校の時にこのデキリコ展っていうの、結構でかいの来たことがあって、俺は京都で見に行ったんだけど、その時もね、改めてこのカタログ見たらね、新しいのばっかりなんだよ。へー、今回そのまあオリジナルって言って、ま、でいいのか、まあ、全部オリジナルはオリジナルなんだけど、その大元の1910年代の作品が結構来てるっていうのがポイントなんだよ。例えばこの自画像なんかも、これはね、1922年の自画像、初期ですか。まあ初期と言っていいと思いますよ。まあ若いし、デキリコ若いし、そこが非常にポイントが高い展覧会なんですよ。で、東京で4ヶ月、神戸でもやるって言うんでね、これ外すとまた当分見ることができないっていう感じなんで、で先ほども言ったように、この人90まで生きてるから著作権バリバリ生きてるんですよ。だから今までできなかったんですよ。取り上げられなかったんですね。この展覧会のおかげで、はい、展覧会のおかげで取り上げることができるようになったっていうことで、この機会を逃さずに、はい、そうですね、うん、チャンスですね、がっつり紹介していきたいと思うんですけれども、はい、ウリタニはさ、このデキリコってどんなイメージですか。ダリとちょっと被るイメージがあって、うん、シュルレアリズムっていうイメージがあります、うんうん、どこの人って言われると、うん、そういえばどこだろうっていう感じです。デキリコだからな。でだから、うん、でわかるだろう。デキリコではない。デキリコ、うん、イタリアかスペイン、うん、だよね、はい、そんな感じね。そんな感じです。そんな感じ、わかりました、はい、あの今ウリタニが言ったように、デキリコっていうとシュルレアリズムの画家っていうのが一般的なイメージだと思うんだよ、はい、だけどこの人は、例えばこれ1918年って言ったでしょ、はい、この作品、シュルレアリズム、アンドレ・ブルトンがシュルレアリズム宣言っていう本出したのは1924年なんだよ。だからデキリコの方が先なんだよ。おお、まだ言葉がないんですね。あのシュルレアリズムという言葉自体はアポリネールが、はい、もう使ってるんだけども、いわゆる後のダリたちが言うシュルレアリズムという運動がしっかり始まったのはやっぱり1920年代になってからだから、うん、こっちの方が早いんだよ。で、デキリコ自身は自分の作品をシュルレアリズムじゃなくて形而上絵画と呼んでるわけで、こういう作品をね、呼んでるわけですよ。で、はい、当然ウリタニが言ってるこの人は早いじゃないですか、はい、当然だからシュルレアリズムの連中はデキリコを超リスペクトしてたわけですよ。あ、もう自分たちの先駆者だと。
いうふうにリスペクトしてたんですけれども、それがすぐに手のひら返しをしたかのようにめっちゃディスってるんですよ。なんでですか？その辺を今回、できることシュルレアリスムの違いは何なのか、できることはどんな画家なのか、この大回顧展のせっかくの機会なんで、生涯を追いながらじっくり見ていきたいと思いますよ。この人の謎に迫っていきたいと思うんですけれども、まずこの人は1888年の7月10日に生まれてんのね。1888年生まれだからピカソの7歳年下にあたる世代なんですけども、ちっちゃい頃の写真があります。これです。さあどこの国の人でしょう？なんかチェコスロバキアに見えちゃうんですけどチェコスロバキア的に見えるこれギリシャの服なんだよね。そうなんですね、民族衣装。でもデッキリコってぐらいで、この人はイタリア人なんですよ。名前の通りイタリア人でカトリックなんだけれども、ギリシャのボロスってとこで生まれてるんだよ。両親ともイタリア人だけど、お父さん、ここの家族写真もあるんだけどね、お父さんこれエヴァリストっていう人なんだけど、この人は鉄道技師、要するにあの鉄道を敷設する会社をやってた人で、でキリコが生まれた当時ギリシャにいたんだよね。だからギリシャで生まれた、ここ大きなポイントなんだよ一つギリシャ生まれっていうのね。でキリコお姉さんがいたんだけど3歳の時に亡くなっちゃって、でちょうど同じ年にこの弟が生まれてるんですよ。だから3歳下の弟がいるんですけれども、この弟の肖像っていうの、これまたレアな作品が今回来てるんですけどね。この弟はですね、後にアルベルト・サビーニオっていうペンネームで、まあ作曲家として活動するんだよ。あとあの文章も書いたり絵も書いたりするんだけども、だからこの兄弟は結構兄弟でコラボしたりしながら仲良く活動してたっていう、そういうアート兄弟だったんですよね。でこのジョルジョデキリコね、ジョルジョはだからアテネに最初イエズス会の学校行くんだけどすぐに辞めちゃって、お父さん結構裕福なあれだったんで家庭教師つけて教育を受けるんですけれども、当時のギリシャ1888年生まれで、ちょっと今の思うギリシャとちょっと違うんだよ。どう違うんですか？ギリシャって長い間どうなってたって話なんですよ。東ローマ帝国になって、でその後オスマントルコにずっと支配され占領されてたじゃないですか。トルコだったな。で1821年からいわゆるギリシャ独立戦争っていうのが起きて、みんなこう行くんだけれども、そこにさ、まあ、ロシアが距離的に近いからロシアはじめイギリスとかフランスとか列強が介入するんだよ、それで王様を別のとこから連れてこようっていうことになって、でイギリスとかでもフランスでもロシアでもないとこから王様連れてきて建てようっていうんで、バイエルンのルートヴィヒ一世の王子オットっていうのを初代ギリシャ国王に持ってくるんだよ。それが初代ギリシャ国王オソン一世っていうのになるんだけど、じゃあギリシャ人ではない、ギリシャ人なの、バリバリのドイツ人が王様になって、その時にオットがバイエルミュンヘンから、まあ、バイエルの首都がミュンヘンなんだけど、いっぱい人連れてきてるんだよ。職人さんとか、家で職人さんとかだけじゃなくて、もう政治家レベルから、政治家から教育者からいっぱい人を連れてきてる。でその後に、1863年に今度ゲオルギウス一世っていうのが国王なんだけど、それはデンマーク王家の出身なんだよ、グリュクスブルック家っていう。だから当時のギリシャっていうのは、まあ、もちろん古代ギリシャの遺跡はあるわな、それからビザンチンの頃のああいうイコンとか書く歴史があるわね、それからトルコ時代の、歴史もあって、でその後はロシアとの関係もあり、イギリスやフランス、
ドイツとの関係もあるっていう極めて多様な文化環境でこの人育ってるんだよね。そこがポイントなんだよ。だから小さい頃からその家庭教師についてイタリア語だけじゃなくってフランス語やドイツ語もできるようになってたっていう、そういう、まあ、国際人なんだよねこの人は。国籍的にはイタリア人なんだけど、すごくもうその多国籍な環境で育っているっていうところが一つポイントですね。それで12歳の時にアテネ理工科学校、アテネ工科大学って書かれてることもあるんだけれども、まあ、そこの、まあ、デッサン学科に入るんですよ。絵が好きだったから。でその後に、15歳ぐらいから最初にほらバイエルンから王様来てんじゃない、その関係もあってミュンヘン美術アカデミー出身の美術の先生が多かったんで当時アテネだから、そういう先生について、勉強する。で1905年だから17歳の頃かなにこのお父さんが亡くなっちゃうんですよ。それでこのお母さんとジョルジョと弟3人で1906年にミュンヘンに行くわけ。やっぱりドイツと結びつく、まあそのあったっていうのもあるだろうし、またミュンヘンが、まあ、当時の美術の中心の一つだったんでパリと並ぶ。だからカンディンスキーなんかもロシアからミュンヘンに行ってるでしょ、美術やりたい。でどっちかっていうとそういう東の方の人にとってはパリよりもミュンヘンの方が近いし親近感があったっていうこともあるし、まして当時のギリシャはね遅い一世のこのアレマテ・デ・キリコもミュンヘン美術アカデミー出身の先生に習ってたりとかっていうのはありで、でこれは音楽やりたい、弟の方は音楽やりたいとかっていうのもありで、まあ、それでミュンヘンに行くわけですよ。でだから1906年、で当時のミュンヘンの画壇っていうのはまだ分離派の影響が強いんですね。ミュンヘン分離派っていうのの、はい、ミュンヘン時代のジョルジョ・デ・キリコの写真がこんな感じですよ、ミュンヘン時代。でこれ多分だから本人の作品じゃないかなっていう気もするんだけど、人かと思いました。いやこれ絵ですよ、絵です。これまあすごくなんか分離派的な絵なんですよ。これ派の絵の特徴っていうとだからね、いわく言い難いな象徴主義ね、象徴主義、あのクリムトンみたいな感じと思ってれば間違いないよ。ちょっと神秘的って思っていい、まあちょっと思っていいよ、はい、でクリムトンも初期の頃こんな感じだったの。要するに分離派の影響を非常に、でこのミュンヘンの分離派にめちゃくちゃ影響を与えた画家がいるんですよ。でこれはあの原田直次郎の回にも、あの又吉直樹さんとのコラボの回にもやったんですけども、うん、アーノルト・ベックリンっていう画家なんだよ。あの死の島で有名なアーノルト・ベックリンって、この人はあのスイスの出身の画家なんだけれども、ドイツやイタリアで活躍して、で特にミュンヘン分離派に多大な影響を与えてたんだ、ベックリンっていうのが。でこのベックリンにすごくこのジョルジョ・デ・キリコは傾倒するんですよ。で同時にこの頃ニーチェ、フリードヒ・ニーチェね、哲学者のニーチェの哲学にも傾倒する。ニーチェを読みベックリンに憧れてベックリンっぽい絵を描いていた時代、はい、で3年後の1909年にはまた家族で お母さんや弟と一緒にミラノに移るんだけれども、まあ、その頃までベックリン風の絵を描いてるんだよ。で今回ね、はい、今回ベックリン風の時代のデ・キリコの作品も来るはずだったんだけどね、はい、交渉が難航してね、借りるのにめちゃくちゃ高いこと言われてねそうなんですね、来なくなっちゃったんですけど、あら来るかもしれなかった絵はですね、はい、ベックリンのこの絵に割と似てるんですよ。こんな感じなんですね。こんな感じなんですよ、はい、これベックリンのケンタウロス族の戦いっていう絵なんだけれども、はい、これデ・キリコにもなんとか族とケンタウロスの戦いっていう絵があって、こんな感じの絵を描いてたと思ってくれや、こんな感じの、うん、こんな感じの絵を最初は描いてたんですよ、はい、でキリコはね。であのミラノ時代で、あとねさっきの弟の肖像あったでしょ、は
はい、これもねベックリンっぽいっちゃベックリンっぽいんだよ、これ、どの辺ですか全体これ例えば何の知識もなくてパッと見たらベックリンですかっていう人は何人かいると思うぐらいベックリンっぽいよ、これかなり影響を受けた、ね、かなり影響を受けていたって。あとマックス・クリンガーっていう人からもやっぱりドイツの象徴主義の作家がいるんだけど受けたんだけど、まあ、特にベックリンからは影響を受けていたわけですよ。で、まあ、そんなような絵を描いていたんだけれども、ところが1910年フィレンツェに移るんですよ、ね、でその1910年の、まあ、デ・キリコの手記によると、ある澄み切った秋の午後、はい、ある澄み切った秋の午後にフィレンツェのサンタクローチェ広場っていうのがあるんだよ、うん、なかなかねいい写真がなくてね、うん、俺はこれを選んだんだけどね、まあ、こっちにサンタクローチェ教会が立ってる広場なんだけれども、うん、ここである啓示を受けて啓示上絵画が始まるんですよ。啓示を受けたの、うん、ここでもうインスピレーションを受けてこれだっていうことになって、デ・キリコの言うところの啓示上絵画が、これはメタフィジックの訳なんだよ。この啓示の字が何なんでしょう、啓示、うん、はだからフィジックなんだよ。啓示でフィジック、うん、で上がまあメタなんだよ、形を超える、そう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 いわゆるなんていうか物体のその物質性というのは、まあ、形を超えたなんか部分だよね、うん、だから啓示上学っていうと、まあそういう抽象的な、うん、抽象的なことを考える、はい、学問みたいな意味で使われるよ。哲学とかをよく啓示上、もともとはこれアリストテレスの言葉で、アリストテレスのフィジカの後にこのメタフィジカっていう本があるんだよね。だからフィジカっていうのが、まあ、いわゆる物質っていうか物のことを扱った本で、でそのまあメタフィジカっていうのが、まあ、物をある意味超えたそういう抽象概念とかそういうものっていう、そんぐらいに思っといてくれや、違うって怒られるかもしれないけど、そのぐらいで納得しといてもらわないと話がややこしくなってくるからね。啓示上絵画というもののそれこそ啓示を得たんだよ、字が違う方の、はい、それで描いたのが、これ残念ながら今回来てないんだけれど、この作品なんだよ。その名も秋の午後の謎っていう作品なんだよ。でこれについてそのフィレンツェのある澄み切った秋の午後にね、どういう啓示を受けたかっていうのはデ・キリコは書いてるんだけれども、ある澄み切った秋の午後、私はフィレンツェのサンタクローチェ広場の中央にあるベンチに腰掛けていた。もちろん私がこの広場を見たのは初めてのことではなかったと。で以下広場のいろいろな描写があって、で生ぬるい秋の太陽が容赦なく彫刻と教会のファサードを照らし出していたと。その時私は全てを初めて見ているのだという奇妙な印象を覚えた。わかる？で作品の構成が心に浮かんだ。私はこの絵を眺めるたびにこの瞬間を思い出す。とはいえこの瞬間は私にとって一つの謎だ。というのもそれを説明できないからだ。そこから生じた作品も私はやはり謎と呼びたいと思う。これが秋の午後の謎なんだよ。だからでこれ何を言ってるかって話じゃない。そうですね。ピンとこない？なんか逆はあると思うんですよ。逆というとその初めて見た景色がどこかで見たことがあるっていうのは、まあ、デジャビのことだね。だけどこれもない。あのね、なんかさ、ぼーっと物見てるとさ、急にさなんか音がなくなって人もいないみたいな感じになって、一体今自分が何見てるんだかどこにいるんだか分かんなくなる時ってない？それはある気がします。あるでしょ、はい、でその時にさなんか無性に寂しくなることないか？寂しくなる。
なんか世界中に自分一人しかいないんじゃないかみたいな、シーンって感じ、シーンって感じで、うん、ここで見ている自分しか今いないみたいな感じの寂しさ、見えてるんだよ、はっきりいろんなものは見えてるんだけれども、これ俺今何見てるみたいな、うーん、で何も聞こえなくなるの。俺はよくあるんだよ、よくあるんですか。よくある、基本ぼーっとしてる人間だから、ぼーっとこう景色見てると、これあの正確じゃないかもしれないけど、俗に言う一種のゲシュタルト崩壊だと思うんだよ。あのなんていうのかな、世界の記号体系みたいなものがいきなりなくなっちゃって、あのほらよく字をずっと見てるとさ、はい、なんだか分かんなくなんだろう、あっていう字とか見てると、はい、なんだか分かんなくなったり、うん、だってその意味なくなっちゃったら、ただのあの変な線の形だろ、あれニョロニョロですね、うん、これなんだっけみたいな、何これみたいな感じだから、まあそれのこうまあ景色版だと思えばよくて、見てるものの意味が分かんなくなっちゃって、全てがこうなんか断ち切られたようになって、なんか妙な孤独感みたいな寂しさみたいなのを感じるっていうのがあると思うんだけど、それなんだよ。それを書いたんです。出来子が言ってるのは、でこの出来子回想録にも、これにもしつこいほどこれに関して書いてるんだけれども、まあ、その感覚ね、それをまあ詩情、詩の何だっけ、ポエジー、詩情と言ってるんだけども、この詩情は秋の午後の情緒に基づいてると、まあ、ちょっと若干物寂しい。でそのなぜならば、その季節はね、まあ、イタリアの話だよ、空が澄み渡って影が長く尾を引くと、でそういう状況で起こりやすいんだって、その感じはね、できにくい役で、この異様な現象と感覚は地中海沿岸の諸都市とイタリアの町々、中でもトリノで起こりやすい、だいぶ限定してきてますね。だいぶ限定してる。ちなみにトリノの広場、これこんな感じなんだけど、トリノの広場で起こりやすいんだって。真夏じゃダメなんですね。秋じゃないとダメなんだよ、影が長くなって空が澄み、でもそれは分かるだろう。真夏じゃないのは分かる気がします。でさ、ちょっとさ、なんかさ、秋の風が吹いてきて、うん、で空が夏とは違う形に澄み切って影が長くなってきたなみたいな時に、まあ、それ自体がちょっと寂しいじゃん。切ない感じします、ね、それ自体ちょっと切ないじゃん、はい、その切ない気持ちでぼーっと見てると、やっぱり急に音と意味がなくなる。あでもなんかだんだん浮かんできました。こういうこうなってくる、うん、ここに人はいるんだけど、うん、もうこの人たちの声とか聞こえないんだよね、こういう時に、ね、うん、一体この人たち何してるんだろうぐらいの感じで見てるんだよね。これなんですよ、これが出来り子の言う形而上絵画なんですよ。面白い。で出来り子によればですよ、この感覚っていうのは彼があの愛読してたニーチェの思想に通じるらしいんですよ、はあ、これはね話すと長くなるんでね、はい、これ詳しくはねこの長尾隆先生のジョルジョデキリコを読んでいただくのが今聞けないですか。これ長くなるコロさん長くなるんだよ。だけどあのデキリコが考えるニーチェの思想な、出来子はね、ニーチェの新しさっていうのはね、あの雰囲気とか情緒、これをシュティムンクっていうドイツ語を使ってんだけど、あえて、はい、これもそれが一番いい言葉なんだって、出来子が言うには。ドイツ語のシュティムンクっていうのが、まあ、あの雰囲気、いわゆる英語で言うアトモスフィア的なことに、もうちょっとなんていうのかな、その情緒的な感じがくっついてるのがシュティムンクなんだよ、シュティムンク。このシュティムンクに基づく異様で奥深く神秘的でこの上なく孤独な詩情っていうのはね、まさにニーチェのものだ。そうなんですか。ちょっとそうなんだよ。へー。ニーチェってね、みんなの哲学
者として認識してると思うんだけど、ニーチェって相当詩人で、詩もいっぱい書いてるんだけれども、ニーチェの哲学って相当ポエジーがあるんだよ。だから例えばよ、あのニーチェが言う神の死とかね、それから生の無意味っていうのはこれだっちゅうわけだよ。この世界を成立させている物語っていうのがあるわけじゃない。まあ、例えば、まあ、神じゃない、神がいて世界の秩序があってっていうのあるじゃない。それがこう崩壊すると、まあそれ、まあ、ゲシュタルトだよ、その体系がね、ゲシュタルトがまあ崩壊するした時に、その全部のこのものが意味を失っちゃうわけだよ。意味を失って、もう記号が意味を失って孤立した状態になるわけで、記号が記号としての役割を果たさなくて孤立した状態になると。そうなった時に初めてこのものの形而上にある何かが浮かび上がってくるのであると。それが形而上絵画であるっていうのが、それがまあできるこの理論的な武装、理論で そういうものを踏まえてやっているのであるっていうんだけども、それを言うと分かりにくくなっちゃうから、あのほら、あの秋の日との切ない時とかに見てて急にどこにいるんだろうになっちゃう、あの感じだよって言った方が分かりやすいと思う、ね、分かりやすいですね、あれなんだよ。でもあれっていうのは、もうそれこそが神の死であり、あの性の無意味なんであると、デキリコは言ってるわけで、でそれはね、それ虚しいじゃないですかと、だったらなんで生きてなきゃいけないんですかっていう話になるじゃないですか、はい、だけどこれはあのニーチェもそうだし、デキリコもそうなんだけど、違うんだと、そうじゃないんだと、無意味であるっていうことは逆にあらゆる解釈が可能だということだと、なるほど、どう解釈しても自由だと、ね、だから形而上絵画っていうのはある意味無限の可能性の表現であると、この無意味性っていうのをデキリコは謎っていう、まあ、エニグマっていう言葉を使うんだけど、謎っていう言葉で言ってるんだよね。これ謎だからこそどんな解釈も可能な、答え言っちゃったらもうそこで終わりじゃないかと、うん、謎であるから意味がわからないからこそ逆にどんな解釈でも可能なんだ、意味がないからこそ人生は生きる意味があるんだみたいな哲学ですねそれはあのニーチェなんで、確かにニーチェなんだよ、うん、それがこのデキリコ、ジョルジョ・デキリコの形而上絵画のポイントなんですよ。じゃあ見る人に自由に想像してなんだけど、うん、まあ、まずだからそのあの感じを思い浮かべてほしいわけだよ、うん、まあ、実際デキリコのこのあとね、このシリーズをイタリア広場っていう名前でどんどん展開していくわけ。さっきも言ったようにデキリコによるとこの感じはイタリアの街、特にトリノで起こりやすいあれだから、イタリアのどこだか分かんないところの広場を描く、イタリア広場っていうシリーズで展開されていくんだけど、それを見ると必ずそういう印象を持つよ、あの感じみたいな。ああ、そうなんですね。それをデキリコは謎っていう言葉と、あとメランコリー、優秀っていう言葉で表してるんだよね。だからイタリア広場シリーズのあの、まあ、デキリコの形而上絵画にはなんとかの謎とかなんとかの優秀っていうのがやたら多いよ。はでもどの作品を見ても、ああ、あの感じ、あのなんか妙に切なくて寂しいあの感じっていうのは抱くと思うんだよね。でこれをね、その1910年にフィレンツェで発見したことによってね、私のベックリン時代は終わり、ニーチェの著作から発見した力強く神秘的な感情、イタリアの町々の美しい秋の日の午後の憂鬱をさまざまな形で表現する方向に向かったのであるって書いてるんだよ、うん、この階層にね、はい、ベックリンと決別したって言ってるんだよ。あら、ベックリンと決別してこっち行ったって言うんだけど、はい、ここでね、このこれもちょっと来てないんだけど、同じ1910年に書いたもう一つの作品を見てほしいんですよ。
信託の謎、これもまた謎なんだけど、これよくこの2枚がその出来子の掲示を絵画の始まりって出てくる1910年の作品なんだけど、これなんですけども、これ似てませんか？似てます。特にここは完全に借用してると言っても過言ではないぐらい、そうですね、似てるんですよ。で、全体の構図も似てるでしょ。これベックリンのオデュッセウスとカリプソなんですよ。だからなんだかんだ言うてですね、全然別方向じゃないんですよ。やっぱりベックリンとかの延長線上に出てきた。で、あの不思議な感じっていうのも、ベックリンと並んでデキリコが影響を受けてたマックス・クリンガー、マックス・クリンガーのこういう一連の版画シリーズ、これもね、あのよくシュールレアリズムの先駆けってマックス・クリンガー言われるんだけども、似た感じの不思議な感じ持ってるんだよ。こういうふうに並べると、この延長線上になんだかんだ言ってこのデキリコの掲示状絵画、やっぱりベックリンと断絶してるわけでもないし、全く別方向に行ったわけでもない、ちゃんと一つの流れの中で発展したところにポーンと、まあ、ブレークポイントが出てきて、この掲示状絵画っていうのが生まれてきたんだなっていうのが分かるんじゃないかと思うんだよね。でだけどだんだんベックリン集が消えていくわけですよ。こういう感じになってくれる、キリコっぽい、デキリコっぽい、まさにこうデキリコのイタリア広場シリーズの代表的な作品なんだけどね、これは今回来てます。これちょっと後の1934年の作品なんだけれども、デキリコっぽいよね。ぽいですね。このもう遠近法が、消失点がいっぱいあって遠近法がずれてたりなんかするところ、あと塔もいっぱい出てくるね。デキリコ作品モチーフで、モチーフ好きですよね。やっぱこう閉ざされたもの、謎だよねこれもね。そういう象徴なんですか？いや分かんないけど、ではそう思ったけどね。こう長い影があって、こうベタ塗りに なっていくじゃん。これね、これある時期からこれが激しくなってくるんだよ。1910年代もう半ば過ぎぐらいから。でこれ後で話すんだけど、この後1911年にジョルジョ・デ・キリコはパリに行くんですよ、はい、ちなみにそのパリに行く途中でこのトリノによって、はい、トリノで不思議なことが起こりやすいっていうのを、そこでまた何かあったんですかね。いやいや、いつトリノ行ったかっていうと、その時にトリノに行ってるんだけど、まあ、パリに行くんだよ、はいね、それで、まあ、ベルサイユ宮殿で古代のネムル・アリアドーネっていう彫刻の、まあ、あの模写作品があるんだけど、それを見てこのアリアドネ、これは1913年の作品、パリで。このアリアドネの像っていうのをこの後やたら出てくるから、こういう煙突とか塔と並んでこういうところにやたらこのアリアドネの像があるから、なんかちょっとピカソっぽい感じがしました、このでしょ、はい、で実はこの頃1913年にパリのサロン・ド・オトンヌにデキリコ出品してるんだよ。でそれを見てピカソとアポリネールが絶賛してるんだよ。でその時にアポリネールがジョルジョ・デキリコの作品を形而上的って呼んだんだよ。だからもしかしたらこの形而上絵画って最初に言ったのはデキリコ本人よりもアポリネールかもしれない。で、うん、そこでピカソとアポリネールと知り合ってるだろう。で特にアポリネールとは馬があったみたいなんだよ。でっていうのはね、アポリネールもね、あの複雑な出自なんだよ。お母さんポーランド人なんだけど、イタリアで生まれてモナコで育ってんだよ、アポリネールって。でフランスに来てっていう、だから そういうその多国籍的な面でも国際人的な面でも馬があったんだと思うんで、できることかもしれないですね、うん、でそのピカソ・アポリネールの一派と知り合ったということはですよ、その頃ピカソ・アポリネール一派が大好きだったアーティストは誰でしたっけ？アンリ・ルソー。そう、当時のピカソ・アポリネールのところに行ったということは
アンディ・ルソーを見てたはずなんだよ。なんかアンディ・ルソーっぽい感じになってるんじゃないかと、まあ、これは俺の個人的な感想なんだけど、イタリア時代のイタリア広場こんな感じなんですよ。こっからここへの変化、明らかにちょっと画風の変化があるんだよ。それはもしかしたらピカソとかアンディ・ルソーの影響でこういうベタ塗り的な感じになってきてるのかなとちょっと思ったけどね。そんな感じでパリでもピカソやアポリネールに評価されたんですよね。で特にアポリネールとはさっきも言ったように馬があって、その作曲家になった弟にも紹介して、もう兄弟でアポリネールとは親しくしてたんだよ。ところがこれはまあ1913年じゃない14年に第一次世界大戦が起きちゃうということですよね。でアポリネールは国籍イタリアだったんだけど、ずっとフランスに帰化したがってるんだよ。ああそうなんですか、うん、それでフランスに帰化するために第一次世界大戦に志願するんだよ。で、うん、ちなみにだな、その時にジョルジョ・デ・キリコがアポリネールの肖像っていう作品を書いてんの、はい、うん、で今回出したかったんだけど、まあはい、今回展覧会にも来てないし、うん、なんかしたんだけど、その手前に彫刻があって、後ろにシルエットがある絵なのね、はい、でみんなその彫刻の方がアポリネールの肖像だと思ってるんだけど、それそうじゃなくって、それはただの彫刻なんだよ。彫刻にサングラスかけられた、はい、彫刻が手前から、アポリネールの肖像は後ろのそのシルエットなんだよ。影なんだよ、はい、兵隊の帽子かぶったアポリネールの横顔がシルエットになって、うん、でそれが射撃訓練の時の的のになる人の的あるじゃん、はい、あれみたいな感じで書いてあるのね、うん、でその的が頭のこめかみのところに書いてあるんだよ、丸いのが、丸い印が。でアポリネール実際第一次世界大戦行って、うん、ここ撃たれる、でヘルメット貫通して頭蓋骨割れちゃう、星形の傷ができた。はあ。でこれがまたすごいと、デ・キリコはいろんなものを予言するみたいな。で本人もね、やたら予知夢を見た的なことは言うんだよね。ドートンヌに出品した時もラプラードっていう、まあ、絵描きに合うんだけれども、ラプラードのとこ訪ねて行った時に、そのラプラードが描いてる絵を夢で見たって言ってみて、だけどアポリネールのここはすごいすごいですね、とか、だからこうデ・キリコの絵は予言的であるみたいな感じで評価されてたんだけど、まあそんな感じで第一次世界大戦始まっちゃったんですよ。始まっちゃったんですね。始まっちゃったらまあデ・キリコ兄弟もちょっと戦争いかにはあかんじゃないですか。それで1915年にイタリアに帰って徴兵検査みたいなの受けるんだけど、はい、ラッキーなことに戦争不適格者っていうのになって、いろいろ病気、いろいろ病気があったりもしたんで、戦争不適格者っていうのになってね、フェラーラで病院勤務しながら、だからずっと第一次世界大戦中も絵を描いてられたんですよ、この人。よかったですね。よかった。あれ本当にさ、不公平だよな、戦死しちゃうやつがいる一方でさ、エゴン・シーレもずっと絵描いてたよな、第一次世界大戦中、なんか楽な仕事に回してもらって、ね、デ・キリコも描いてられたんだけど、さすがに不自由だったせいか、ちっちゃめの作品が多いんだけど、この頃にその刑事上的室内っていう、刑事上絵画をこう室内に展開していくのをこう始めてるんだけれども、もうどこが室内やねんみたいな。まあ、これですね、これも運命の神殿っていう作品だけど、1914年の作品、これ来るの極めて貴重だと思うよ。不思議な感覚は同じですよね。そうですね、うん、でこれもう一つ注目したいのは、この頃1916年第一次世界大戦の真っ最中に、でキリコはチューリヒでダダをやってたトリスタン・ツァラヤなんかと文通をしてるんだよ。ダダのやつらと交流してるんだよ、はい、でその頃にこれちょうど1916年に
書いたのがこの形而上的コンポジションってやつなんだよね。これちょっと違うでしょ、ノリが。ノリ違いますね、うんうん、これね、俺ある意味ダダっぽいと思ってんだよね。ダダの人が描く絵に似てるんだよ。こういう感じなんですね。だからそのデキリコのさ、形而上絵画っていうのはある意味その無意味っていうところがポイントだったじゃないですか、はい、全てのものが意味を失ってしまうっていう。ダダはもっと積極的に全てのものには意味がないっていうことを言い切っちゃうんですね。その無意味っていうところでちょっと親近感感じたんじゃないかっていうこれ今回来てる作品なんだけど、はい、割とデキリコの全作品の中で珍しいんだよこれ。なんかこういうほぼ抽象じゃない、抽象的なこういうコンポジションっていうで、しかもタイトルも形而上的コンポジションっていう名前だし、珍しいんだよね。だからそのダダイスムとかともやり取りがあったわけですよ。でもう一つ、第一次世界大戦の勃発と同時に登場する新しいキャラクターって言いますか、新シリーズ、それがデキリコといえばな、もう一つ、はい、マネキンなんですよ。これ面白いことに、ちょうど第一次世界大戦が始まった1914年頃から登場するんですよ。これその結構最初期の、はい、1914年から15年の預言者っていう作品、これも今回来てるんだよ。でこれのこの黒板で何か書くみたいな流れがさっきの、まあ、ここにつながっていくわけだね。このマネキン登場しますよ。こういうこれがポスターにもなってた形而上的なミューズたち。これ何かきっかけがあったんですか。分からんのよ。急に第一次世界大戦のあれと同時に登場するんだけど、これも俺面白いなと思うのは、やっぱりこの第一次世界大戦中のダダでドイツのハウスマンっていうのがいるんだよね。そのハウスマンの作品っていうと出てくる機械的頭部っていうのがあるんだよ。それゴミ捨て場に捨てられてたマネキンの頭持ってきて、そこになんかいろんなもんくっつけた作品なんだけど、似てるんで、なんかノリが全然、それはハウスマンのあれとか多分あのキリコの方が先だと思うんだけども、はい、同じようなことが同じような時期にこう起きてるっていうのが、やっぱりすごく面白いなと思うんですよ。でまあその第一次世界大戦っていうのがさ、ある意味ヨーロッパのなんていうのかな、それまでの秩序とか価値観とかそういうものを全部破壊したわけだよ。ニーチェの哲学なんかそれを予言してたみたいなことを言われたわけだよね。でまあデキリコの作品もその無意味とか記号の孤立っていうところでそういう時代が来るのを予言してたんじゃないかみたいな、とその一方ではスイスではダダが生まれて、もう全てのものには意味がないんだって言って、それがもう世界的あっという間に世界中でブームになって、ゴミ捨て場から拾ってきたもんで作るアートとかが出てきたっていう、なんか全部全然違うように見えるけれども、同じところからこう出てきてるような、あ、時代の時代の、必然なんですかね、必然っていうのがあったんじゃないかなっていう気がするんだよね。だから何を捉えたっていいってことですか。何を見たっていいし、その不思議な感覚になってくれてもいいしさ、俺は全然そう思わんよってもいいわけですよ。無限の可能性があるわけですよ、形而上絵画には。なんか変だから答えを知りたくなりますよ ね、 あね、どういうメッセージがあるのかなって。無茶じゃないですか、無茶ですよ ね、 無茶ですよね。それがだから謎ですから、答えはないんですから答えがないということは何でもいいんですよ、答えは。なんかすっきりしないですよねそれは戦後教育の良くないところ、なんか答えがないと落ち着かないでしょ。答えなんかないんですよ、世の中。何にしたってなくていいんですけど、思わせぶりな
答えあるよっていう感じの絵に見えちゃうなっていうのはあります。いやだから君の答えを見つけてくださいっていう絵なんですよ。これは文谷さんの答えを見つけてくださいの絵なんですよ。これが目に見えましたでいいんですよ。これあの20世紀少年に出てくる友達、はい、友達に似てますね。でもいいんですよ、ね。妄想しやすい絵ですね、うん、何とでも解釈してくれていいんですよ。人にこれで合ってるかとか聞く必要はないんですよ。なんかスパイダーマンの走りに見える。じゃあそれ。じゃあそれ。何に見えるかって言ってたら面白そうですね。このジョルジョルキリコの作品っていうのは、後のシュルレアリズム絵画を先取りしてたわけだよ。で。シュルレアリスム宣言をぶちかますアンドレ・ブルトンはもともとダダをやってたんだよ。パリダダをやってたんだよ。パリでパリダダをやってたわけだよ。でその頃1916年にアポリネールのところでデキリコの作品を初めて見てる見たんじゃないかと言われてる、はい、でこれはすごいっていうことになって、でジョルジョ・デキリコはその第一次世界大戦前パリでアポリネールの紹介であのポール・ギヨーム・ガローと契約してるんだよ。ポール・ギヨームっていうのはあのモディリアーニの回で登場してモディリアーニの最初の画商として有名な人なんですけども、なかなか山師的な画商なんだけど、でブルトンは、1918年にポール・ギヨーム・ガローで、デ・キリコの作品を見て、で次の年1919年にそれ買ってるんだよ。買ったんですね、うん、でそれどころかその、まあ、パリダダの仲間だった詩人のエリュアールとかあの画家のマックス・エルンストとか他にもデキリコすごくねえかみたいな話になって、もう仲間でボン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 買い集めるのデキリコの作品を、であの、まあ、また後でも話するかもしれないけども、第一次世界大戦でデキリコイタリアに帰っちゃったよね。その時にパリに置いてった作品やなんか、はい、そのパリダダの仲間たちがボコ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 買っていくわけです。だからその1924年にシュルレアリスム宣言っていうのを出して、シュルレアリスム研究所っていうのを立ち上げた時にもうデキリコを招きましょうになるわけですよ。それでもうデキリコの先生バンザーイって大人気ですね。なったの。それがわずか2年も経たない1926年、いきなりデキリコに絶望したって言ってそのシュールレアリズムの人たち、はい、何があったんですか。でしょ、はい、それをね、はい、お話ししたいんだけど、はい、ちょっとしんどくなってきたから次回でいいかな聞きたいです今次回にお願いしますよ